クロイツタールはドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州アルンソベルク行政管区のジーゲンビトゲンシュタイン軍の市である。クロイツタールはジーガーラント北部の中ビック山地に位置するベェストファーレンの都市である。この町はロタール山地の西端にあたる。東から流れてくるフェルンドルフバッハ川が我が町を貫いている。この川は町の中心部で南に向きを変え、 ブッシュヒュテンシクから市外へ出る。リットフェ川は、市の北部で流出する。この川は、ブルクホルディングハウゼンシク、リットフェルトシク、クロムバッハシク、アイヒエンシク、フェリングハウゼンシクを流れ、町の中心部でフェルンドルフバッハ川に交流する。市の西部でヘースバッハ川が流出する。この川は、オーバーヘースシク、ミッテルヘースシク、ユンケルンヘースシク、 フェリングハウゼン区を流れ、連邦道 B54N 号線をまたぐ、歩道橋や鉄道 G ゲンハーゲン線の付近でリットフェ川に注ぐ。この町は、フェルンドルフバッフ川、リットフェ川、ヘースバッフ川の谷が集まって形成される十字型の谷に位置している。この町の地域は、ラインシーファー山地の一部である。最も南に位置するブッシュヒュッテン区の南部は、 ジーク川の谷へ移行する。下層部は鉄を含む様々な岩層が積層しており、表層はロームイコール砂質の風化土壌が覆っている。地域の面積は71.07平方キロメートルである。その用途別占有率は以下の通りである。市内の最高地点はブルクホルディングハウゼンの海抜655メートルのホーエバルトである。最低地点は ブッシュヒュッテンのフェルンドルフバッハ側が市外に抜ける地点で海抜260メートルである。南北の幅は12キロメートル、東西の幅は11キロメートルである。市の最高地点である海抜655メートルのホーエバルト山頂は連邦軍の所有であり、立ち入ることはできない。これ以外の山はキンデルスベルク、マルティンスハルト、ビルクハーン、ツーゲンベルクがある。 クロイツタールは、軍の北西に位置しており、東はヒルヒエンバッハ及びネトフェン、南は、軍庁所在地の人間、西は、ベンデン、北はオルペ及び、キルヒフンデムと境を接する。クロイツタールの四季ズクロイツタール市は、北部のブルクホルディングハウゼン、リットフェルト、クロムバッハ、ボッケンバッハ、アイヒエン及び、シュテンデンバッハ、中部のクロイツタール、西部のオストヘルデン、 オーバーヘイス、ミッテルヘイス、ユンケルンヘイスおよび、フェリングハウゼン、東部のフェルンドルフおよび、クレーデンワッハ、南部のブッシュヒュッテンの各市区に分割される。クロイツ・タール市は1969年1月1日の市町村再編によって、現在の形になった。本市は、当時独立した町村であったブルクホルディングハウゼン、ブッシュヒュッテン、アイヒエン、フェリングハウゼン、フェルンドルフ、 クレーデンバッハ、クロイツタール、クロムバッハ、リットフェルト、オストヘルデン及び、かつてアムト・フロイデンベルクに属していたオーバーヘイス、ミッテルヘイス、ダールブルーフの一部が合併したものである。しかしこの合併は、当時反対なく進行したわけではなかった。相当数の住民が、この新しい街の開発が、どのように行われるのか疑問だったのである。 かつてアムト・フェルンドルフに属していたブーヒエンは、後に、ジー・ゲンに、クレーデン・バッハの老恵公牧地の一部は、ヒルヒエン・バッハに編入された。現在この町に属す集落に関する、最も古い文献記録は1067年に遡る。そこには、バーントラフという名称で、後のフェルンドルフ宿について記録されている。これは、 ジーガーラントで最も古くに記録された集落の一つである。フェルンドルフは現在の市が成立するまではアムト・フェルンドルフの名称の元となっていた。エルンスドルフ集落はエリン・スターフとして1417年、1419年に文献に初めて記録されている。エルンスドルフはライン同盟の時代まで主張の所在地でもあった。現在使名となっている。 クロイツタールは1826年にフェルノルフの受選者名簿にクロイスサルという表記で登場する。17世紀から18世紀に60個があったリットフェルト区はジーガーラントで最も住人の多い集落の一つであった。現在のクロムバッハ地区に1800年頃自家醸造の居酒屋からビール醸造所が設立された。この醸造所は1896年まで ハース家が経営していた。1922年にベルンハルト・シャーデベルクがこのハース醸造所を引き継ぎ、後にクロムバッハ醸造所と改名した。この時からシャーデベルク家はこのビール醸造所の共同所有者となっている。製鉄、炭造工場の共同組合的伝統に基づき、1831年にクロムバッハに素行倉庫が設けられた。これは、 ジークラントで最初の貯蓄銀行設立につながった。鉄道建設はこの町の念願であった。1861年にルールジーク路線が開通した。1865年にアムト当局はフェルンドルフ、クレーデンバッハ、ブーヒエンの大義士の反対を押し切ってフェルンドルフではなくクロイツタール駅の近くにアムト役場を建設することを決定した。 1867年にケルンミューゼン鉱山、アクティエンイコールフェラインがランゲナウにクロイツタール製鉄所を開設し、1917年には年間13万トンの製鉄を生産するまでになった。クロイツタールは1880年から鉄道の乗り換え駅となった。1888年まで段階的にエルンテブリュック、バート・ラースフェ・マールブルク方面への路線が建設された。 クロイツタール・ヒルヒエンバッハ区間は1884年3月1日に開通した。クロイツタール・オルペ・マイネルツハーゲン線の建設も計画されたが、最初にマイネルツハーゲンからクルメン・エルルまでの区間が開業しただけであった。1888年にアイヒエナー醸造所が家族経営の形態で設立された。この経営者はかつてアイヒエナー圧縁工場と 密接な関係にあった。1928年3月17日にエルンスドルフがクロイツタールに改名した。1951年にサグの子会社ジーバウがホールの建築をめ、じめ、1959年からガレージ扉の製造を開始した。ニュルンベルク裁判時のフリードリヒ・フリック1980年代に報道雑誌デア・シュピーゲルの記事がクロイツタールを 買われた街と称したことはセンセーションを巻き起こした。大企業家、フリードリ・ヒフリックは1932年から NSTP に献金し、その後入党すると1934年、1935年から新英隊全国指導者ともの会の会員となった。彼は最大の武器製造者、受益者の一人であった。彼はユダヤ企業のアーリア化を大規模に行い、 莫大な規模で強制労働者を受け入れた。彼の名にちなんで、フリック裁判と呼ばれる、ニュルンベルク継続裁判ケース V で彼は、奴隷労働、奴隷労働目的の拉致、占領地域における、略奪、新衛隊の戦争犯罪への加担により7年の禁錮刑を受けた。1950年、 アメリカのジョン・ジェイ・マクロイ高等弁務官による特定のナチス犯罪者の禁錮期間短縮により釈放された。彼は倫理的、政治的負担の告白や国家社会主義者の犯罪についての供述を拒み続けた。クロイツタール市立、ギムナジウム1954年、彼はセディ・スピード部の推薦により彼はクロイツタール市の名誉市民となった。 さらに1970年代に設立された私立ギムナジウムに彼の名が冠された。それは彼が税制上の優遇措置を受け、彼の会社に還付されるはずの300万ドイツマルクを財団に寄贈したためであった。彼の名前を冠することについて、そのフリードリ・ヒフリックの特殊な経歴から批判が絶えず、定期的に集中的な議論が湧き起こった。 その反響は、試作会を超えて広く伝播した。レア・ロッシュや、ベルント・エンゲルマンといった作家がこれに参加した。この学校で教弁を取る教育者の多くは口をつぐみ、解明などといった学校運営について言明することを拒否した。セディ、FDP、スピード代表者による議会での多数は、議会外での要望や、緑の党が提案した、ヤヌシュ・コルチャック州令の解明を却下した。 1994年、イグナツ・ブービスによって、フリックが金で、自らの名前を浄化しようとしていることが明らかになった。ブービスは、フリードリ・ヒ・フリックにちなんで名付けられた学校に娘を通わせることは、決してしたくなかった。クロイツ・タールの文化生活における、フリックの役割に関するルポルタージュは、経済出版物のためのゲオルク・フォンホルツ・ブリンク賞を受賞した。 2007年から2008年に議論が再燃した。元学生たちが主導して批判的な回顧録、フリックは模範でないを表したことが新たな衝撃をもたらした。地域外のメディアもこれを報道した。何ヶ月もの議論の後、クロイツタール市議会は2008年11月6日にギムナジウムをクロイツタール市立ギムナジウムと改名することを決定した。 カトリックのヨハネス教会クロイツタール市長者。クロイツタールの市議会は38議席からなる。1969年の市町村統合後の市長を列記する。図柄、金字と青字に上下に分割。上部は水平に置かれた青い角笛。左に吹き口があり、ベルトがついている。下部は金の斜め十字。市の紋章は、 上下二つの部分に分けられる。上部には黒いフェルの古い紋章から取られた角笛が描かれている。これは同時にナスサウ・オラニエ効果の象徴であり、この町の過去を示すものでもある。下部は十字型の谷に位置する、この町の形を表している。金色はオラニエ家の色であり、青はかつてのナスサウ効果の色である。黒いツタール一律。 ホール学校センターにある1989年から1990年に建設された私立ホールでは多彩で変化に富んだ文化プログラムが上演されている。さらに、例えば学生の演劇上演などのイベントも毎年、ここで行われる。フェルンドルフ市区には郷土博物館がある。約200平方メートルの広さに、選手時代、 古代の出土品や17世紀から18世紀の強度の手工芸製品及び生活文化の物品などが展示されている。クロイツタール文化の駅、ユンケルンヘース城クロームバッハの福音主義教会ドレスラース公園ここに記述した代表的な建築物の他にも人の生活や作品の痕跡が地中に渦漏れている。素人目にはほとんど識別できないが、 文化財リストには16件の埋蔵文化財が登録されている。これらは通常、ベスト・ファーレン考古学博物館の指示に従って保護されている。例えば、ジーゲンの国土防衛施設の一部である、ヘース地区のシュラーク・アム・ヘールベークがある。これは国土を分割する、ドロイ施設で14世紀から17世紀になるまで利用されていた。 敷地内の現在もよく識別できる保留は何エモの土類で構成されている。クロイツタールは多彩なスポーツクラブ活動が際立っている。州のスポーツ連盟を組織するクラブを合計すると52のスポーツ種木が用意されている。また、以下のスポーツ施設がある多目的ホール5棟、体育館12棟、スポーツグランド7面、屋外プール5軒、遊戯広場35箇所、 ボルツ場19カ所。さらにこの他に、例えば乗馬センターなどのクラブが所有する施設がある。ヘイスタールには18ホールのゴルフ場もある。トライアスロンブッシュヒュッテンのランの様子地域を南北に、連邦道 B54 号線が通っている。この道路は、都市アウトバーンとして拡充されており、ヒュッテンタール街道と呼ばれている。この道路は、 南方面は G ン及びアウトバーン A45 線と、この町とを結んでいる。2006年6月23日に B54 号線の北側は、クロムバッハ地区のクロムバッハ高地にまで延長され、一般利用が可能となった。2006年12月1日には、ここからアウトバーン A4 号線のオルペ、南ジャンクションへの連結路が建設された。東側については、 連邦道 B508 号,号線がキルヒエンワファ方面へ B517 号線がキルヒ・フンデム及びレネシュタット方面に伸びている。連邦道を並行して鉄道が通っている。南北方向にルールジーク線が通っている。東西方向はクロイツタール・ケルベ線がビトゲンシュタイナーラントを通ってマールブルクに向かう。市内には6つの駅がある。中心となる駅は クロイツタール地区にある。この他にリットフェルト、アイヒエン、フェルンドルフ、クレーデンバッハに駅がある。さらにヒルヒエンバッハのダールブルーフ地区の名を冠した駅もクロイツタール市内にある。また、ここには南ベストファーレンで唯一の総車場がある。クロイツタール総車場に接してこの地方唯一のコンテナ駅がある。この駅はランゲナウ地区に位置しており。 ザウーラント及びジーガーラントの地域内貨物輸送を担っている。クロイツタール貨物駅には地域間コンテナ駅であるハーゲンイコールフォアハレ駅経由で貨物列車が発着する。1952年5月29日まで本市にはジーゲンから来る路面電車ジーゲナークライスバーン GMBH の1号線が通っていた。この会社は クロイツタールブッシュ出展工業用引き込み線の所有者でもある。この引き込み線はフェルンドルフバッハ川と平行に谷の西側を通っている。本市は数多くの地方路線バスで周辺都市と結ばれている。1998年以降クロイツラールには南ベストファーレンで最初の市民バスが運行している。地方鉄道とバスは ベスト・ファーレン南交通協会の料金が適用される。クロイツタールには、軍南部のジーガーラント空港経由で来ることも可能である。クララ・シューマン総合学校学校本市には、基礎家庭学校が8校ある。このうち6校が私立、学校、2校が宗教団体の運営する学校である。上級の学校は5校あり、そのうち1校は統合型総合学校である。 クロイツタール学校センターには、クロイツタール私立、ギムナジウム、1965年5月25日に、移譲された、エルンストモーリッツアルント実家学校、クララシューマン総合学校がある。学校センターに隣接して、私立、ホール、天然芝のシュタディオンシテーラービーゼ、体育館がある。この他に養護学校が1校ある。私立文書館が入居しているドレスラス公園の、 ゲルベイコールビラ図書館と文書館私立文書館はドレスラス公園のゲルベイビラ内にある。以前は同じ場所にあった図書館は2015年2月にロータープラッツに新しく建設された建物に移転した。その他の教育機関入会地フェディングハウゼンの歴史的入会地はジーガーラントにおける伝統的な森林利用の形態を示している。森林組合は 自らが所有する広さ約24ヘクタールの土地を、林業の古い形態で管理し、伝統の保護に貢献している。フェリングハウゼン森林組合の監督が、ヒルヒエンワッハエ林リン所と共同で、学校、サークル、あるいは個人的なグループのために、定期的な参観行事がなされている。クロムワッハブルワリーこれらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。